せーの、彩り放送局。はい、始まりました、はい、第5回彩り放送局、はい、今日はね、はい、ミラクルハッピー超当たる心理テストデラックスと、はい、1分ジャストを目指せ音読バトルの2本立てでお送りしていきたいと思います。イエーイ。はい、というわけで今回お送りしていくのはみそのゆいと福巻ゆうかだよ。はーい、2人でね、今回は行こう、お送りしていきます。今日はね、音読バトルなので、うん、もちろん罰ゲームがあるんだってよ。どんな罰ゲームか聞いてる？酢を飲む。お酢をね、お酢を飲まされるっていうね、負けた方がね、そうそうそう、うん、頑張って買っていきたいと思うよ。負けないからね。負けないよ。聞いてる受け取りさんもハッシュタグ彩り放送局でバシバシつぶやいてください。話します。はい、じゃあ早速心理テストからやっていこうか。うん、今日ね、これやばいよね、なんかそうそう、なんかね、うん、すごく分厚い、うんうんうん、心理テストでなんかさ、うん、イラストがさ、懐かしい、懐かしいよね。あの小学校ぐらいで見たことあるやつで、そうそう、お友達とみんなでやったような、目がね、半分、顔の半分以上あるやつ。そうそう、めっちゃキラキラしたお目目のね。そうそうそう、キラキラしたお目目のやつね。どうしようかな、早速な、どこからやっていこうか。とりあえず手始めにね、どんどんやっていっちゃう。本当の自分丸分かりってパートで。あ、いいじゃん。じゃあペラペラするからストップいって。オッケー、いくよ、ペラペラペラ、ストップ。ここだ。いいえ。お、3問連続でいくね。あ、はい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 、一緒にやっていこう。うん、テスト1、はい、人気のスイーツはおやつタイム。あなたが一番食べたいのだって書いてあるの。だって書いてある。いきなり始まったからちょっとびっくりした。これこれ何かな。やら、あなたが一番食べたいものは、うん、プリン、ドーナツ、クッキー、うん、どれですか？ドーナツ。ドーナツ。私はね、間違えた、プリン。間違えるの？なんで間違えた？今、冬っちはドーナツが好きだったなっていうのをこう頭の中に思い浮かべてドーナツって言っちゃったんだけど、私が食べたいのはプリンだった。ゆかちゃんはプリンね。あ、そう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 、私はクッキーね。あ、そう、あ、そうなんね。そう、オッケーオッケー。受け取りさんはプリン、ドーナツ、クッキー、どれかな、考えててね。次いくよ。部屋に動物の形をした貯金箱が置いてあるよ、うんうん、その動物は、うん、猫。猫。聞いて、最後まで聞きましょう。猫、豚、パンダ、どれ？猫。私は豚。受け取りさんは何か考えてくれ。これデフォで言うのね。オッケー。一緒にね。まあね、でも一緒に考えてみて、本当に。みんなでやるやつだから、ね。心理テストだから。丸分かっちゃうから。花瓶のお花はテーブルの上に花瓶が置いてあります。うん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 、全部で何本のお花が入っているかな？うんうん。何本かな。あ、これ何本って自分で言っていいやつ。そう。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ私1。え、1でいいの？じゃあ100本でいくよ。100本。だってお部屋の中だよ。え、でもほら大変でいいじゃん。うん、じゃあ受け取りさんは何本かな。考えたかな。あ、かそれじわるんだよね、それ。なんかじゃあ、うん、結果見ていきましょう。はーい。デケデケデデデン。何その効果。デケデケデデ。最初のプリン、うん、ドーナツ、クッキーは、うん、真面目度がわかります。お、うんうん、プリンを選んだ、プリン選んだか、うん、じゃあ誰もいないドーナツからいこう。ドーナツを選んだあなたは、うん、時々弾ける。うん、普段は真面目な方だけど、うん、時々ふざけたり、うん、思いっきり弾けちゃうこともあるよ。うん、うん、なるほど。フューチそうなのきっと。そうだね、時々挟む。ね、プリン、じゃあ行くね。うん、かなりお調子者。え、そうなの。でも待って、書いてあること、うん、友達に真面目な人と思われたくなくて、うん、わざとおちゃらけることが多いみたい。ね、当たってるね。ね、恥ずかしいんだけど、なんかめっちゃ当たってる。そうなんだ、ゆかちゃんね、めちゃくちゃ真面目だから。やめてやめてやめて、風評被害だから。で、クッキーね、うん、私選んだけど、うん、超真面目人間、確かに。細かいルールもしっかり守る優等生タイプ、うん、確かに。自分が真面目とは気づいていないかも、確かに。わかんない。超真面目人間だって。やった、過去自称。全部自称。全部自称。はい、で、次なんだっけ。次、貯金箱。貯金箱っていくんだね。あんまくれないのね。早く結果知りたい。みんなは何だったかな。みんなは何だったかな。みんなは何だったかな。次はね、貯金箱のやつは、うん、お人よし度。おうんうんうん。じゃあ誰もいなかったパンダ。パンダから、うん、
たまにお人よし。たまにお人よし。それお人よしじゃなくない？あれだっけよ。人を信じやすいけども、うんうん、自分が損しないように計算することもありますって。ちょっと計算高いな。計算高いってことだね。そっか、自分が損することはしないと。そう、そういうことだ。なるほど、なるほど。猫。はい。まさにお人よし。お。人がいいのは長所だけど、うん、本当に信用できるかどうか確かめてねって。ゆいゆいのこと疑っていくわ。じゃあこれから。だってそんな私何かっていうとさ、うん、お人よし度ゼロなんだけど。ゼロだよ。はって。全然お人よしじゃない。なんて書いてあるの。自分に得だと思ったことしかしないかも。ちゃっかり者だねって言われた。ちゃっかり者だって。真面目で優等生タイプだけど、ちゃっかりしてるのね。得だと思ったことだから真面目で優等生なんじゃない。先生に言われたこととかはしっかりしとかないと損になっちゃうから。腹黒いな。なるほどな。ゆいゆいって腹黒いのか。いや、受け取りさんはどうだったかな。そして、うん、さっきのお花だね、うんうんうん、花瓶に何本お花が刺さってるか、うんうん、人気者度、うん、数が多い人ほど人気度が高いよ、うん、あってよ。ひどいひどい。全然人気ないじゃん。全然人気ないじゃんか。一途なんだよきっと。ちょっと待って、ツボるわ、ほんとに。ね、10本以上だったらクラスの人気者だって、うん、100本だからめっちゃ人気じゃん。もう世界の人気者かもしれない。あ、でも待って、9本以下なら、うん、仲良しグループの中では頼りにされていて、うん、いなくてはならない存在だよって。うん、なんか、え、でもフォローが正しい。9本以下とさ、ほら、1本はだいぶ違うよね。どうしよう、自信がなくなってきた。悲しい。ということでね、みそのゆいのチャンネル皆さん登録してください。よろしくお願いします。人気者と上げていこう。そうだよね、周りから固めていくんだね。ちゃっかり者だすね。みそメンバーよろしく。不況もよろしくお願いします。みそのゆいを。ああ悲しい。なんだそういうことか。でもね、うん、このね、うん、見て目次、うん、みんなの裏の顔をチェックっていうのがあるの。今だいぶ裏の顔なんかチェックされた気がするけど、うん、今何本当の自分。うん、丸分かり。いや、正面に出てる自分ってこと。裏じゃないの。裏じゃなかった。そうなんだ。バレてるってことだね。バレてました。もう分かっちゃってる。分かっちゃった。裏の顔、そんな私たちの裏の顔をちょっと。あ、そうね、ちょっと裏の顔も気になっちゃうね。ストップってね。いいよ、いくよ。ピリ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 。ストップ。また3問連続だね。お、あ、これ1個ずつやった方が分かりやすい。3つ連続で次のページめくったら分かっちゃうんだよね、これ。そうだね、だからいいよ、3個連続でやろう。オッケー、うん。じゃあね、うん、ね、うん、森かな、これは森。うん、いきます。うん、おやつを食べていると、うん、猿。またおやつ。おやつめっちゃ好きだね、うちら。おいね。猿に囲まれちゃった。全部で何匹いて、うん、オスとメスどちらが多いかな。だって難しいぞ。なるほどね。猿におやつ食べてると、猿でしょ、うん、4匹ぐらい。オスメス2匹ずつ。あー、1対1の感じ ね。1対1っていうか、うんうん、私はメスの方が多い、うん、大群じゃない。いいね、それでいいね。大群ね、大群ね、うん、いっぱいいる。でメスの方がいっぱいいるよね。オッケー。マジであの追いはぎみたいな感じ。メスいっぱいいるよ。多分おやつ全部取ってかれる。おやつ以外も多分取ってかれる。割とこうにこやかな感じ。あ、そうだね、ファミリーかな私は。そうだね、イメージ的には22だからね、うんうん、そして、綺麗なお花がたくさん咲いているよ。はいはい。いくつか摘んでみたけど、うん、花の種類はどのくらいだった。種類ってな、待ってない、あんた。種類。花の種類。そうだね、種類だね。花の種類はどのくらいだった。はい、お花、うん、積んだんだよね、たくさん積んで、種類いくつか自分で積んだ種類を、うん、何種類かって言えばいいってこと。何本じゃなくて何種類か。あー、じゃあ3種類。なんかそんなに多くなさそうね。ね、私も 5種類ぐらいかな。じゃあ5種類。5種類。けどりさんはどうだったかな。そして森の中でお昼寝、うん、森の中でうとうとしていたあなた、うんうん、ふと目を覚ますと、うん、周りにたくさんのアリが。
その数は何匹ぐらい？え、なんかそういうの多いね。ね、うん、なんかなんだろう、数。え、でもいっぱいね、大量だったよね、きっとね、うん、周り囲ってんのかな、それともさ、なんかその木にさ、めっちゃいたのかな、うん、なんで起きたのかな、くすぐったかったんかな。真面目なところ出てるから。設定考えちゃうから。もうインスピレーション、インスピレーション。私じゃあ20匹20匹、うん、多分少ないよ、20匹。ほんと？ほんと？いっぱいだ、多分1000匹ぐらいで、多分。だいぶ大群だよ、ね、お猿さんも多いし、アリも多いけど大丈夫だよ。大丈夫だよ、大量だよ、大は小兼ねるから。じゃあ受け取りさんはどうだったかな。次のページ行ってみよう。よし、はい、じゃあお猿さん。何、一人で楽しまないで。教えて。答えた、猿の数、うん、うんうん、あなたが、うん、敵だと思っている人の数。めっちゃ敵じゃん。全員敵だよ、多分。私4人。4人か、大群でしょ。みんな敵。数が多いほどあなた自身が敵だと思っている人が多いみたい、うん、ああなるほどね。また、うん、オスが多いと思ったなら、うん、先輩や年上の人に反抗しちゃう傾向あり、うんうん、メスが多いと思ったら、うん、姉妹や友達を敵だと思っているサインなんだよ。だ、私姉妹や友達。え、私も敵かな。じゃあ、貴様。この後の1分音読がね。そうね、バトルバトルになっちゃう。お、ね、お花、うん、うんうん、お花は種類だったっけ。そう、摘んだお花の種類は、うんうん、気になる彼への追っかけ度だってよ。追っかけ度、うん、摘んだ種類が多いほど恋愛体質なんだって。へ、うんうん、ちなみに、でも、うん、花の量は愛情の深さを表しているんだって。ちょっと花の量は私たちカウントしなかったね。3本と5本だから。あ、じゃあ3種類と5種類だから。あ、そっか、そう、多分。でも私1個ずつの5本のつもりだった。ああ、あんま考えてなかった。ちょっと数はカウントしてなかった。数、うん、とりあえず3、そっか、だから多分だからこれが多ければ多いほど、なんかこう、ジェラシーみたいなのが、うん、まあ、分かんないけど、うん、じゃあどちらかというと、ゆいゆいの方がジェラルタイプね。マジで、わ、どうしよう。そうだよ、3と5でだいぶ違うよ。2の差があるからね。そんなに、うん、そんな変わらない。そうですね、最後、アリ。アリの数、はいはいはい、なんて言いました、さっき。タイ、タイ、センセン。集まったアリの数、うん、いたずら好き度。あー、ドッキリよくするからかな。そうだよ。だって100匹以上と答えた人は、かなりのいたずらっ子だよ、うん、あ、やばいね、100匹以上でしょ。1000って答えるやつ、なかなかいないのかな。すごい、だいぶいたずら好きだよ。友達に。ゆいゆいは私20匹だもん。あ、そっか、20か。全然全然だ。友達に笑えるいたずらを仕掛けることに夢中って言われる。夢中。アリが少なかったら、うん、好き好んで自分からはいたずらはしない、大人っぽいクールな子みたいだってよ。ちょっとよくわかんないですね。流していきましょう。あれ、なんかなかなかでもさ、盛り上がる。結構面白いよね、これね。面白い。もう一問ぐらい、うん、やろうか。うんうん。じゃあ最後どこにしようか。なんかあったっけ、見たいのある。じゃあこの知りたい友達の本音とかやってみる。あ、オッケー、うんうん、本音だからここだね。よしよし、じゃあ行きます。あ、ストップ言ってね、うん、ピリ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 、ストップ。はい、じゃあここだね。うんうんうん。あ、ここ一問だね。おう、ろうそくの火。おう、か、あ、ごめん、地下への階段を降りると、はいはい、たくさんのろうそくを発見、うん、火がついているのは何本かな。え、何本でもいいってこと。うん、あ、でも、うん、ろうそくいっぱいあるけど、その中で火がついてるのは何本かってこと、ね、うん、あ、そう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 、ろうそくの数じゃなくて、うん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 、いっぱい。私少なかったな。あ、ほんと、うん、さ、地下じゃん、暗いじゃん、うんうん、多い方が怖くなくない。あ、なんかそのちょっとホラーなところをイメージしちゃった。なんか降りてったら暗いみたいな。暗くて2、3本ぐらいの。あ、だってそんなとこ進みたくないもん、私が。じゃあ、20本ぐらいにしとくかな。じゃあ、じゃあ私、じゃあ3本にしとくね。オッケーオッケー。じゃあ受け取りさんはどうだったかな。オッケーオッケー。ノルマ成功。じゃあこちらは、うん、あ、
ここだ。うん。あ、ここだ。火のついたろうそくの数イコール、うんうん、人生でできる親友の数。おお。多くない？おお、いいね。多いよね。そんなに多い。でもさ、私さ、うん、さっきさ、親友とさ、姉妹はさ、敵なんだけど。誰が親友になるの？マジでもう人狼ゲーム始まっちゃうんだけど。誰が味方で誰が敵かみたいな。20人はいるんだよ、親友が。そっかそっか。それ以外全部敵。全部敵、多分。白黒つけすぎでしょ。私でも2、3人って言ってたから。でも、一番いいくらいだよね。なのかな？うん。だってそう、6本以上なら親友と呼べる人にこれからたくさん出会えそう、うんうん、5本以下でも思いが通じ合う大親友との素敵な出会いがあるよっていいこと書いてくれてる、うんうん、まあ、たくさんいるよりね、こう、この、ね、この人数だけでもって、深く、あ、フォローありがとうございます、ね、狭く深くフォローありがとうございます。まあ20本やけど20人おるやけど、20人いるの強いね。めちゃめちゃいるよね、20人。20人いるかな、そんなに。今はね、だってお友達でもね、ゆかちゃん多いもんね。うん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 。はい、というわけで、はい、ミラクルハッピー超当たる心理テストデラックスのコーナーでした。イエーイ。皆さんはどうだったでしょうか。受け取りさんはどうだったかな。ね、皆さん当たってた気がするよね。当たってた気がする。結構なかなかね、うん、よかった、すごく面白かったから、またやってみようね。ね、うん、それではここからはバトルです。バトル、バトルです。1分ジャストを目指せ音楽バトル。イエーイ。どういうことでしょうかね。ですね、うん、今手元に、うん、心と体を整える大人のための1分音読という本がございます。声1分音読という本がございます。なんでそこ微妙に聞く言うんだろう。だこれをね、うんうん、だから、ね、だいたい1分ぐらいで読める、うん、文章がね、いろいろ書いてあるので、うんうんうん、これをどれだけ1分ジャストに近づいて読めるかっていう、うんうんうん、体内時計で1分を測りながらやっていくってことね。そう、やっていきたいと思います。音読はランダム。そうだね、これまたペリペリペリストップ。あ、ペリペリペリストップで。じゃあ、お互いに測っていこうか。そうだね、どっちからいく、うん、じゃんけんしようか。じゃんけんする？最初はグー、じゃんけんグー、アイコでグー。よし。またアイコだった。じゃあ私からいこうか。OK。じゃあ私が1分測るわ。測ってください。うん、じゃあね、どこ、あ、自分で選んで。いいよ。ペリ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 、ここだ。平家物語出ました。なんか難しそうだね。でも全部ね、あの、アフリカのついてるから、あれ頑張って読んでみるね。1分ね。うん。じゃあ、1個で読もうかさ。あ、いいよ、いいよ。あ、あ、うん。じゃあ、いい？はい、はい、整いました？整いました。では、ゆいゆいの1分音読まで、3、2、1。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、シャラ掃除の花の色、乗車必須の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついには滅びぬ、滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。遠く胃腸をとぶらえば、真の兆候、漢の大毛、領の首位、唐の六三、これらは皆九州先行の祭りごとにも従わず、楽しみを極め、諌めをも思い入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の憂うところを知らざつしかば、久しからずして傍人にし者どもなり、近く本庁を伺うに、将兵の正門、天行の住友、講和の義心、平治の信より、これらはおごれる心も高きことも、皆取り取りにこそありしかども、間近くは六原の入道先の大乗大臣平の圧尊清盛公と牧師人のありさまを伝え受けまったまわる構想、心も言葉も及ばれぬ。長いし難しいし、なんか大変だったね。最後さ、うん、多分巻かないと無理だと思っていっぱい頑張ったんだけど。どうでしたか。では結果、はい、ゆいゆいの結果、はい、1回目は、はい、1分、1分16秒09。いや無理、これさ難しいよ。これは難しいですね。いや最後巻かなきゃと思ったんだけど無理だった。多分そもそも1分で読めるのかなみたいな感じだよね。難しい。これはまずいぞ。いやいいかもしれないな。いや、じゃあ、ね、みその1分16秒ね。
ですね。そうそうそう、はい、じゃあ私いくよ。はい、ペロ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 ペ。うん、何でした？源氏物語。また難しそうなの来ちゃったね。さあもう噛む前提だからちょっと噛んでも許してね。うん、オッケー、噛んでも、でも読み直すことにしようか。オッケー、あ、そうね、うん、うんうんうん、オッケー、じゃあいきますよ。はい、3、2、1、スタート。源氏物語、紫式部。いずれの御時にか、女行為あまたさぶらう、ひたまいける中に、意図やんごとなき際にはあらぬが、優れてときめきたもうありけり。はじめより我はと思い上がりたまえる御方々、目覚ましきものにおとしめそねみたまう。同じほどそれより下郎の行為たちはまして安からず、朝夕の宮遣いにつけても人の心を動かし恨みを追うつもりにやりけん。意図あつしくなりゆき物心おぼそげに里がちなるを、いよいよ開かず哀れなるものに思し思おして人のそしりをもえはばからせたまわず、世のためしにもなりぬべおもてなしの神立ち目上人なども愛なく目をそばめつつ、いとまばゆき人の恩覚えなり、もろこしにもかかることの起こりにこそ、世も乱れ足かりけれど、ようよう雨の下にも味きなう。人のもて悩み草になりて、陽気日の試しも引き入れつべうなりゆっくに、糸をはしたなきことをおかれど、かたじけなき御心覚えの類なきを頼みにてまじらいたもう。難しかったね、難しかったね、難しかったね、たどしすぎ。何読んでるか分かんなくなるよね。私、うんうん、ゆかちゃんのタイム発表します。はい、1分33秒8秒。泥試合。あまりにもあまりにも底辺の戦いをしてまいりました。1分で読み切れないっていうね。結局ね、なんかさ、うん、もうさ、あの早く読もうとかさ、魔法とかのレベルじゃないよね。なんて書いたんだろうなみたいな感じになってるから。じゃあ、第1試合、みそのの勝ちですね。そうね、こういうのがあったんだね。あ、ちょっとさ、次はさ、うん、読みやすそうなのに。あ、なんかさ、同じやつをさ、あの読んでみる？ね、いいね、いいね、そうしよっか。簡単なやつをさ、なんか読みやすそうなの。多分、聞いてる人にも、そう、分かりやすいやつとか、うん、こういうとかにこういうのにしてみる？ね、詩的な感じだったらいいかもしれない。じゃあ、私からでいいかな。うん、じゃあ、第2回は、はい、恋、与謝野晶子を読んでいきたいと思います。はい、ではいよいよの1分音読まで3、2、1、9。恋、与謝野晶子。我が恋を人と問いたもう、我が恋をいかに答えん。例うれば先となり、礎に二人の命、まばしらに愛を立てつつ、相互とに学と芸術、汗と血を塗り、汗と血を塗りて固めぬ。塔はこれ無極の塔、さらに積み、さらに重ねて、世の風と雨に当たらん。早く読まないといけない気がする。なお引くし、今立つところ、なおせまし、今見るところ、雨津日も多くは刺さず、寒きこと2月のごとし、頼めるはかすかなれども、ただ一つ、内なる光。おお、ま、なかなかいいと思う。あ、ほんと？ちょっと早かったかもしれないけど。あ、ほんと、そっか。では、ゆいゆいの発表です。51秒95。おお、まあ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 って感じじゃない？これ私聞いちゃってるけど。あ、そっか、大丈夫かな。変える？あ、で、じゃあ、あ、うん、そっか、一回聞くと確かにタイム感あれか。そう、なんか分かっちゃう気もしないでもないけど。じゃあ、でも、いっか、どうせ多分分かりにくいもんね。さっきさ、私がさ、うん、一回勝ってるからさ、うんうん、だからハンデでいいよ。いいんすか。16秒と33秒。違いだけど、ハンデあげるよ。よし、じゃ
ゃあ私1分目指すわ、もうバチバチに1分目指してから、うん、バチバチ1分00目指してください。オッケー、じゃあゆかちゃんの恋までいきます。3、2、1。恋、与謝野晶子。我が恋を人といたもう。我が恋はいかに答えん。例えれば小さき塔なり。礎に二人の命、まばしらに愛を立てつつ、相互とに学と芸術、汗と血を塗りて固めぬ。塔はこれ、無極の塔。さらに積み、さらに重ねて、世の風と雨に当たらん。なお低し、今つ立つところ。なお狭し、今見るところ。雨つ日も多くはささず、寒きこと2月のごとし。頼めるは、かすみかすかなれども、ただ一つ内なる光。おう、え、なにそのあんな、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ゆかちゃんのタイム発表します、はい、下から発表しようか。あ、うん、じゃあ下が78です。78、うん、そしてはい、上が45秒です。早すぎじゃん、早すぎじゃん。というわけで、みそのゆいの2勝ということで、罰ゲームゆかちゃんに決定。あ、これさ、これさ、あの、1個言っていいかな。あの、1個だけね、あの、私たち練習したのよ、別のやつを。そうね、そうね、ゆいゆい1分ジャストだったの。そう、あ、これ負けたなって思って、で、1回目のこの1分16秒見て、あ、勝ったって思ったの。負けたよね。ちゃんと負けてる。なんで、なんで、どうして、うん、なんかさっきすごかったよね、私ほんと1分00、あ、そう、10とか10とかだった、ね、本当に。え、これ勝てねえと思ったのに、今日分かったと思ったけど、私も16秒で、あ、やっちゃった。よかったです。勝ちました。よくなかったです。で、ここに手元にリンゴジュースとお酢があります。はい、これをブレンドしていきたいと思います。イエーイ。どんぐらい飲める？え、いいよ、カップでしょ、カップだったら飲めるよ。まあね、ゆゆゆのブレンドっていうのがもう怖いよね。どのぐらい入れたの、リンゴジュースは。リンゴジュースこれどれくらいかな、カップの3分の1ぐらいかな。あー、なるほどね、はい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 。に上から3センチぐらい。ちょっとお水残しといた方がいいかな。お水少ないんだよな。とっとっとっとじゃないよ。何、何してんのあんた、あんた、くっさー。負けんなよ。ま、1対1ぐらいかな、なんか、ま、混ぜた方がいいかね。大丈夫かな。うんうん、でもなんかこう、なんとなくぐるぐる、手でぐるぐるで、ブホーとかってしないでね。する可能性はある。あ、ちなみにティッシュとね、 ある、うん、これ、あの、何、これ何、一気、これ何、あ、多分ね、ごめんね、あ、こぼれた。自分で作っといたあれだけど、一気は無理な量だと思う。そうだね、うん、まあ、くくっとくくっと吹き出さない程度にくくもらいました。あ、くっそ。ちょっとこぼしただけでめっちゃ臭いんだけど。お酢、お酢、くそ、うん、じゃあ、3、2、1でいける、カウントダウンでいける、ほんと、うん、じゃあゆかちゃんの罰ゲーム、リンゴ酢まで、うん、リンゴ酢、ね、これリンゴ酢じゃないよ多分。酢リンゴ、酢リンゴ。お酢がメイン。じゃあいきます、3、2、1、どうぞ。味わうな、味わったら負けだ、味わうな、あ、すごい、全部いく、あー、飲み、あー、飲んだ。体にいいよ。体にいい。この微妙な顔してんのさ。美味しい、美味しい。あとね、うん、なんだろうな、このなんか、でもね、絶妙に微妙に美味しかった。ほんと、うん、もっと入れればよかった。なんか、酸っぱいんだけど、うん、なんかこう、なんだろう、体にいい、体にいいのかな、体には良くないと思う。こんだけ酢入ってるから。えー、なんだろう、このなんだ、すごい、なんかこの罰ゲームをし損なった感じ。絶妙に美味しいものを作ってしまったね。美味しくはない、美味しい、美味しくはない、美味しくはないか。またじゃあ、またやろう、またやろう、え、またやんの、これ、これで味しめたの。できたから。
負けないって。そうだって今日1回も負けてない、練習含めても1回も負けてないもん。確かにこれ弱いね。そう、今度はじゃあもうちょっとオスとの分量を考えて、ちょうどいい罰ゲーム作りたいと思います。なんか喉にジンジンしてる。お水飲んだ？ああ飲むわ。私もお茶飲んだ。うん、よし。はい、というわけで彩り放送局第5回、はい、そろそろ終わりにしていきたいと思います。いやだってもう顔が言えよみたいな顔したじゃん。ではお送りしたのは彩り芸能郵便社のみそのゆいと福巻ゆかでした。せーの、またね。間違えなかった。今日は OK100 点。